ワンピカード情報局。よっしゃ。どうもマカロニステーションの北場です。 Hello。 2024年の最初のバトルを絶対勝って今年負けなしでいきたいと思います。マリガジのギャビンです。気合入ってますね。気合入ってますね、ギャビン先生。なんか気合が違う、はい。まあ、確かに今回2024年一発目のバトル回ですから、はい、いや絶対僕も負けられないです。やっぱこのクリスマスバトルやったじゃないですか、はい、そうですね。やっぱね、こうその時はちょっと応援してる方々のまあちょっとね答えられなかったんで、今回は、北場応援してる人いるわちょっと待って待って。いるの？います。ちょっと待って。いました。お母さんなしだよ。お母さんね、お母さん見てない。あと逆にお母さん見てないです。これお父さんもなしだよ。お父さん見てないです、うん、はい。あの一人っ子なんでもう家族いないです。あと後輩もなし。後輩は分かんないけど、うん、いや結構エゴサーっていうか、まあ、マカロニサーチしたら、はい、まあトントンでしたよ。北場とギャビンで、あのクリスマスバトルのやつ。あれか。あ、そうそう、もちろんもちろん。日本人の優しさってやつね。いやなこと、はい、嫌なことずっと言ってますけど。お疲れ。違うよ。いっぱいいますから。マカロニの2人だったらなんならこう、はい、北場派ですみたいな人結構いますから。実はいるんですね。全然います。そのキャラが好きとかは分かるよ。はい、でもバトルはあのトントンでしたよ結構。そう、トントン頑張ってっていう気持ちだったんじゃない？まあまあ確かに。はい、ということでございまして、本日のワンピカード上曲エクストラブースター第1弾デッキ対決。よし、来ましたね。いや、ついに、はい、新ガードで遊べますよ。いや、そうこれね、楽しみにしてる。毎回開封の後にバトルするっていう、はい、最高なんですよ。はい、今回はですねメモリアルコレクションのカードを使ってバトルしていきたいと思います、はい。ただですね、エクストラブースターのコンセプトが過去のカード、こちらを強化するという要素もございますので、はい、今回はなるべく既存のカードも織り交ぜつつデッキ作って、それで戦っていく。いや、今回かなりその一覧でそのやっぱ消えてきたリーダーが結構復活しそうな、うん、そうリストになってるので、ね、結構楽しみにしてるんですよ。これ面白いですよ、うん、今後もおそらくワンピースカード定期的にこういうフックアップがあるっていうことですよね。いや、めちゃくちゃいいですよね。いや、いいですね。ちなみに今回はヤビン先生、どのリーダー使うんですか？僕はね、今回のリーダーは青紫クロコダイルですね。これもね、結構ギャビン出た時からずっと好き言ってて、そう、ただなんかパーツがあと1パーツ、2パーツずっと足りなかったんですよ、ね、ずっと足りない。でも今回結構、いや、もう来ましたよ。来ましたか、とうとう。その1枚来ました。で、まあ、リストはこんな感じですね、はい。で、まあ、はい、そのやっぱダスボーンですよね、はい。まあ、一番の今回の目玉ではあるんですけど、うん、ただあとミスゴールデンウィーク、うん、前回トリガー踏んで負けちゃったので、あの前のバトルね、はい、ミスゴールデンウィーク4段の時のちょっとそうね、何持ってるからうちのチームに加えようかなっていう。いや、でもこれめっちゃ面白そう。なんかイベントいっぱい使ってワンドローした硬そうなデッキですね。いや、めっちゃ硬いっすよ。はい、いや、いいと思います。青紫クロコダイル、お願いします。はい、北は何を使うんですか今回？私、はい、満を持してこちらだ。おお、おでんでございます。いいですね。やっぱね、あのリーダー効果デッキリスト今出てると思うんですけど、はい、リーダー効果がやっぱりこう気になるというか。そうですね、1000カウンター切れるんだっていうね。あと、ね、はい、単純に和の国のキャラが好きっていうのもありまして、今回ちょっとこちらのデッキ使わせていただきます、うん。そしてですね、見てください、こちらびっくりカード、はい、6コストの金エモン。見覚えないですか、このパラレル、ね、見覚えありますよ。第1回のパック開封会で当てたじゃないですか、はい、記念すべき情報。僕その動画見ました見ましたよ。いなかったけどね。いや、でもこのパラレルは1枚ちょっとピン差しで使ったのと、はい、ね、これね、お前が俺に勝てるわけねえだろうがと。これはなぜ入れてるか、はい、これあの、はい、言います、ダズボーネス対策です。おい、そのあり？いや、あの、ね、そんなあり？いや、でもほら、お前が俺にはほらね、死んだんだから、そういうことです。なんかずるされた。そういうことですよ。なんかずるされた、はい、はい、ということでございまして、はい、くしくもこちら多色の対決として、はい、一番最初のさ、赤、緑、青、紫の4色だ。確かに。そう、黒と黄色じゃなくて、はい、これだから、今まで昔、ちょっと最近黒と黄色強いじゃないですか、はい、どれぐらい強くなったのかっていうのも、なるほど、ね、ぜひ皆さんにお見せできると思いますので、はい、早速ね、バトルやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、ということで、バトルエリアにやってきましたね、はい、2024年の一発目の勝負になります、はい。じゃあ行きましょう。まずはじゃんけんから。最初はグー、じゃんけんぽい。先行で先行、はい、わかりました。はい、ここで
最速で5コストのキャラをとりあえず出しちゃう。なるほどね。ありがとうございます。じゃあ5枚。はい、5枚。引き直します。僕も引き直します。よっしゃ、ボーネスこい。なるほど、はい、これはテプラ。なるほどでございます。はい、じゃあ、いきたいと思います。赤、緑、そして青、紫対決、はい、スタートでございます。お願いします。じゃあ、リフレッシュフェーズ飛ばしてドローフェーズスキップのドローフェーズで一度追加します。はい、でターン終了します。はい、じゃあリフレッシュフェーズ飛ばしてドローフェーズ、はい、そしてドンフェーズ、一論クロコダイルにつけます。はい、どうぞ。なるほどね。わ、使うかわかんないけど、はい、イベント使ってワンドローできるようにはしときます。はい、なるほどです、ね、これいいですね。こうやって戦うんですね、青村さん。はい、クロコダイルは。はい、じゃあ、リフレッシュフェーズ、はい。いただきます。はい、終了です。一応つけて、うん、6戦でリーダーにアタックします。6戦リーダー、はい、はい、お玉でプラス2戦します。はい、はい、じゃあミスウェンズで出します。でターン終了します。はい、じゃあリフレッシュします。そしたらじゃあ5戦でリーダーにアタックします。はい、じゃあ2戦で守ります。はい、ゴドン、はい、デンジロー、デンジローか、おい、登場させます。これでターン終了します。はい、じゃあリフレッシュ。じゃあ一論つけて5戦でリーダーにアタックします。5戦リーダー、なるほど。このリーダーの特徴をじゃあ使おうかな。はい、4コストネマトでカウンター戦します。なるほど、はい、はい、カウンター切りました。じゃあ2ドンをクロコダイルにつけて7戦でリーダーにアタックします。はい、7戦リーダー、残りが3ドン、はい、3ドン、それはもらいましょう。はい、はい、はい、じゃあうん、ボンクレ出します。なるほどでございます。でターン終了します。はい、じゃあリフレッシュします。はい、じゃあリューマ出します。はい、で登場時効果ミスウェンズデーを、はい、KO します。KOされます。はい、はい、二ドンデンジロにつけます。はい、で9戦でリーダーにアタックするときアタック時効果、はい、リーダーがおでんなんでドンをアクティブ、はい、二ドンアクティブにします。わかりました。はい、で9戦でリーダー、はい、じゃあまずゴムゴムの雨、はい、でプラス3戦して、でイベント発露してかつ自分の手札が4枚なので1枚引きます。はい、今プラス3戦で2戦で1番。うわ、強いな、やっぱその動き硬いよね。硬いです。で、手札が4枚。4枚。ね。はい。そしたら、じゃあ3ドンつけます。はい。はい。で、3ドンつけてアタック時、アタック時効果。はい。コスト5のデンジローがいるので、プラス1000。はい。して、9戦でリーダーアタックします。9戦リーダー。はい。受けます。はい。加えます。加えます。はい。で、リーダーと、次の自分のターン開始時までコストの5がいると。1000なので、はい、プラス1000なので今リーダーが6000になりました。はい、これでターンを終了します。わかりました。硬いね、おでんも。じゃあリフレッシュします。うん、じゃあ一論リーダーにつけて、はい、6000でリーダーにアタックします。6000リーダー、はい、じゃあまたヤマトでカウンター戦します。はい、今リーダー6000だ。じゃあグラビト猛攻あったー。でどちらもデッキ下で、あったなぁ、デッキ下ですね。デッキ下です。やば、デッキ下で、ターン終了で、いや、強っ。で今手札が5枚なので、はい、リーダーの効果を発動できない。そうですね、4以下じゃないと、はい、いや強いな今の、どうしよう。これしかないか。はい、ゴドンでヤマト、はい、出します。機動面使います。はい、自分のリーダーかキャラ1枚にレストランの1枚ですよ。はい、ね、レストのドンをおでんにつけます。で、じゃあアタック時、はい、効果でコスト5以下、はい、5以上がいるので、はい、プラス1000して7000でリーダーとします。
じゃあゴムゴムのジェットガトリング、はい、で手札に3枚なので、はい、リーダー効果使って1枚引きます。強いねそれ、はい、4ドン、はい、リューマで登場時、まあ、使えず、はい、終了します。はい、わかりました。じゃあリフレッシュフェース、はい、まず6戦でリーダーいきます。はい、で9ドンですよね。9ドンです、はい、もらいましょう。もらいましょう。はいはいはい、OK です。はい、5戦リラで発動します。なるほど、5枚見ますで当たりませんでした。なるほどなるほど、危ない危ない、危にゃい。クロコダイル、うわー強いじゃん。なんだよ、ドンマイナス2。なんだよマジで強よ。どうぞ。はい、いや強い、強い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 、はい、はい、まずじゃあヤマトに一度つけます。はい、6戦リーダー2戦、はい、で手札が3枚、3枚、そしたらじゃあリュウマで6戦リーダー受けます。はい、超えましたね。はいはい、 OK です。じゃあ5ドン、はい、いぞ、はい、登場時、リーダーかキャラにベストのドン、はい、1枚まで付与します。はい、ヤマト起動目ベストのドン、はい、依存つけます。これでおでんでアタック時、アタック時効果使って、はい、プラス1000して8点でリーダーアタックします。はい、受けます。はい、考えます。はい、はい、ふう、じゃあ4ドンリューマ、はい、で、ボンクレー KO、はい、これで、ターンをお返します。はい、6戦でヤマト、はい、6戦ヤマト、はい、普通にお玉で2戦、はい、完全世界、三千世界か、はい、歴史たいですね。はい、はい、九千ヤマトでもらいます。はい、で3で出します。はい、でターン終了です。はい、わかりました。じゃあリフレッシュします。いきます、三度移動、はい、横にします。はい、レストに八千リーダー、オカマウェイ、はい、ドンマイナス1、アタック対象オールサンデーにするで発動で1ドロー、強いよ、でオールサンデーが KO されます、はい、でオールサンデーの効果で、はい、オカマウェイを持ってきます。強い、なんだそれなんだそれ、あれ今オカマウェイって使ってもう1枚手札に帰りましたっけ、はい、今、なんだ今のは、オカマウェイループ1万1000でリーダーいきます。1万1000でリーダー、はい、オカマウェイでクロコダイルに変更して、はい、対象がね、今1万1000で9000のクロコダイルになります。はい、なるほどね、でプラス3000、はい、で守りましたよ、はい、ただリーダー効果1回使ったんで今回は使えない、使えずとですね、はい、で手札が2枚、2枚、5000でリーダーアタックします。5000で、はい、終了します。はい、まずダスボーネス、ダス、ようやく来ましたね、さすがに遅い、2枚引いて1枚捨てる、はい、グラビモート、そうですね、で9戦でリューマ、9戦リューマ、はい、残りが5ドン、5ドン、はい、はい、もらいます。1万でリューマ、それももらいます。ターン終了、はい、じゃあリフレッシュします。よし、行きたいと思います。はい、どっちで行く、8戦9戦、9戦、あ、8戦1万、9戦9戦、
いや、どっちもどっちだと思う、ぶっちゃけ。どっちもどっち、非常に。これはね、はい、急戦リーダー。急戦リーダー。まず絶対通ります、はい、これで。まあ、通りましょう。はい。なんだなんだ、なんかあったか、何かありましたっけ。さすがにいいんでしょう。はい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 、ごめん見ます。やばい、これやばくね。うわ、やべえやべえやばい。はい。え、これゼロコスメ弁だったら負けるんだが。ちょっと待ってください、ね、ちょっと一回いいですか。いいっすよ。4丼つけて、はい、急戦リーダーどうだ。ゼロコスイベントでプラス3000にして1枚引きます。2000。お返しします。お返し、お返し、お返しでいい。ボーネスやばいね、今もう1万。今ちょうど1万ですね。はい、はい、ボーネスがトラッシュのイベントカード2枚につきパワープラス1000上がるん で今、そうですね、今イベントが10枚なのでトラッシュに、はい、プラス4000で1万です。10枚だったらあれじゃない。あ、1万1000です。1万1000ボーネス、失礼しました。9000リーダー、9000リーダー、はい、残り丼が10、10丼ですもんね、はい、2000、2000、1000で、はい、守ります。なるほど、勝ってそうだけど、はいはいはい、100% 負けないから、ほう、移動取るわ、トリガーケアするんで、ちょっと北場のトリガーがちょっと、いやいや、トリガーでもデッキ的にさあったっけ、トリガー。いや、わかんない、その僕に言わないで仕込んだかもしれないから。いや、そんなことしねえわ、そんなことしないわ。じゃあ6000移動。え、でも6000移動、はいはい、え、はい、もらいます、はい、はい、じゃあ、おーい、ミスメンセ、はい、いやいやいや、ちょっとトリガーケアしたいんで。トリガーケアいいよ、アタックはしないんですか。いやいや、そのギブソンとか嘘、なんかその隠して入れて、わかんないよ、わかんない、そのなんかあるかもしれないから。何かわかりました、じゃあ、で、これで単終了、はい、はい、何度アクティブですか。え、6。まあまあまあ、はい、まあ、じゃあリフレッシュしますか。どうぞ。どうぞ。絶対負けないですじゃないのよ。うん、絶対負けないですもん。絶対負けないですじゃないのよ、もう。はい、じゃあワンドローしますね。はい、おー、来た。何、何、え、どういうこと。っていうことで何枚ですか。1だけど。はい。依存。レストだ、レストだ、来た来た、ほら、舐めてっからこうなんだ、お前、ほら。あ、1万2000リーダー。え？いくつ？どうぞ。で、1万2000リーダーです。どうぞ。お構い。どうマイナス1。1枚。お前嘘つけって。こいつで。お前嘘つけって。え、嘘つけって、それは。いや、これやりたかっただけです。仕込んだでしょ、これ。いや、さすがに。ふざけんなって、お前。いや、もうちゃんとあの引いてるんで。え、僕のターンでいいですか。終了です、はい、え、これマジ、リフレッシュ、マジこれ。じゃあリフレッシュ終わってドローフェーズで、ドンフェーズ、じゃあ1ローンつけて5000でリーダー。あ、手札なかった。手札、はい、あ、手札ないです。はい、受けます。はい、はい、はい、じゃあ9000でリーダー。じゃあちょっと待って。いやいやいいいい、もういい、もういい、ダズボーネスでいかなくていい。ダズボーネスパワー何ですか。今11枚ありますので、あのプラス5000で1万1000。じゃあ2万で。ありがとうございました。よし、今回のギャビングの勝利。ダスボーンス、ちょっとダスボーンじゃない、オカマウェイやばいっすね。オカマウェイ
1万2000でさすがに行ったでしょとか思ったら、でしょ、オカマウェイをちゃんと前のターンに引いてたってことですね。そう、もうずっと会ってて。なるほどですね。で、なんかそのアレストされるかもしれないけど、そしたらダブルオカマするからあえて使わなかったなるほど。いやでもなんかいい感じにキャラ展開できたんでね、ちょっといけそうだったんですけど、いやでもなんかおでん使ってみて面白かったですね。面白そうですよね。いやちょっと勉強になりました。あの皆さん、あの今後紫対面手札が1枚、1ゾーンアクティブ、1万5000リーダー、取らないかもしれないです。そういう時代に今、はい、ワンピースカードは発展しました、はい。突入しているということで、いやでも新しいカード含め、はい、いろいろ見れたんじゃないかと思いますので、今回のエクストラブースターバトル、ギャリングの勝利です。ありがとうございました。さあ、ここからはワンピカードの激アツ情報です。よっしゃ。アルティメットデッキ3兄弟の絆は、税込み3190円で発売中です。本日紹介したエクストラブースターパックメモリアルコレクションは1月27日税込み220円で発売予定です。購入してデッキを強化していきましょう。 Check it out。 最後にこの動画が良かったと思った人はいいねボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それじゃあ次回もお楽しみに。